うわー卒業式マジであっという間だな,なあーでもさもうそろそろ卒業式終わりってことは例年やったらの芸能人のスピーチあれくるんじゃね一昨年がサッカー日本代表の恩田でしょで去年が芥川賞受賞作家の片吉うわ今年誰来るんだろうななうわーめっちゃ楽しみだわここで。 卒業生の皆様お祝いするため、<お>特別ゲストが受け付けてくださいました。皆様、スクリーンにご注目ください。よおサロンモデル <laughs> ああ、少ない。1.3少ない。コミケああ <laughs>、予選敗退 <laughs> 自主制作、写真集。 ハズレだ。ハズレだ,おだ。誰なんだこいつおい。初めまして。ご紹介に預かりましたひなちゃんもです。ご卒業おめでとうございます。今年被写体の女例年めっちゃ豪華だったのに。ええー、私もご紹介に預かりました通りですね。被写体というフリーで活動しているものです。どうですか皆さん。被写体ってどういうお仕事かって。知ってますかね。 あれだろう、なんか知らない人が知らない人とって喜んでるみたいな、うん、そ,そういうやつだもなんなとますかえっ、ー、と、まあ、本格的なモデル事務所には入らずにフリーでモデルみたいなことをやってるっていう感じになりますなので、まあ、モデルとしてのスキルはいらなくってあのフォロワーの数が大事になるのでインスタとか TikTok とか Twitter とかフォロワー数を伸ばすために日々頑張ってますしょうもない <laughs> こんなやつの人生に紆余曲折があるわけない いい。はい、あのいつもフリーのカメラマンさんのアカウントをフォローさせていただいていてえそういう方たちにこちらから積極的にダイレクトメッセージを送ってお仕事をもらってるんですけどやっぱり怪しい人とか,なんか危なそうな方もいらっしゃるのであのそれを嗅覚で嗅ぎ分けてこちらから DM を送ってるんですねそんな中で私が感じたこれから社会に出る皆さんに伝えられる役立つことをお話しできればなって思ってます。<laughs> <laughs> 被写体の女から聞きたいこと一つもねええー、まず一つ目はあのおっぱいが大きくてよかったなーっていうだだな、なめっちゃ。やっぱりどうしても東京って可愛い子が多いので一つでもずば抜けた特徴がないと厳しいっていうのがあってやっぱこの町では一つ私はおっぱいが大きいっていうのがあってよかったなっていうのを日々感じてます。 で、このおっぱいをもってしてあえてグラビアアイドルには行かずに被写体っていうのに落ち着いたっていうのがかなりニーズ高まったかなって分析してますあ <laughs> そこ分析できてんだ小賢しいなこの人、えー、あと2つ目はレンタルサイクルめっちゃ便利っていう話なんだ急におい <laughs> 役立たねえよそんなの被写体って本当に交通費とか出ないので基本的にアプリ入れて自分でレンタルサイクル見つけてチャリで現場まで行くっていうのが多いんですけどレンタルサイクルすっごいスピード出るので平気で原付きと並走できますななんだその情報 <laughs> なんで卒業スピーチでそれ言いたいって思ったんだよな。<laughs> まあただ自分はあんまり強く売れたいみたいな気持ちはなくってっていうのもまあコミケとかで自費で写真集出させていただいてるんですけどあのそれの売り上げが多分えと1日で150から200万とかいったりするのでほんと下半期は息してるだけで生活できますなめんなよなおい <laughs> 今から社会出て働くんだよ俺たちな どう思えばいいんだその話、うん。まあ別に大した知名度ではないし、布の面積も割と多いのに承認欲求はすごい満たされるので転職だなって思ってます。マジで帰ってくるよな。<laughs> なんだよ <laughs> こいつマジで。 ただ、大変なこともやっぱりあります、うんあのー、別に常にね、うつりを気にしなきゃいけないしスタイルも維持しないといけないし毎日、アイスとか食べれないし運動もしなきゃいけないし近くの公園で飼ってるワンちゃんのココとお散歩しなきゃいけないです。 苦労してるみたいに言うなよお前たまにアイス食って犬散歩してるだけじゃないかお前めっちゃいい生活だよそれ、まあ、だけどやっぱりこの被写体ってお仕事はすごい好きだなって感じてますはいここまでが被写体自体の自己紹介かなと思うんですけどここからは私個人の自己紹介に移れればなって思いますお前に誰も興味ねえやうるせえはいえー、とーまあ正直私の好感度は低めですああ言っちゃうんだそれあ特に女性陣から うん、まああそううだろうねあの同窓会で地元に帰っても何やってるのとか同級生に聞かれて一度も胸を張って答えられたことはありません、大きいんですけどもつまんねえなだお前そうやっぱり被写体やってるんだよって答えてもあ、フリーターなんだねとか楽そうだねとかって結構言われることも多いので今日も私、出てきたときに被写体かよ、外れだなって思った人もいるかなって思うんですよ。うん あ、俺だ。<laughs> なんかな。んか申し訳ねえなでもなんかそれも全部受け入れて、てこのお仕事に愛を注げてるんですね。私すごい誇りを持っててなんでかっていうと被写体って、まあ、その日まで本当に知らなかった人が来るわけですよカメラマンさんとしてどういう場所で生まれてどういう感じで育って何が好きで何が嫌いか分からないのに全く知らないのに私のことを見つけて写真撮ろうと思ってくださる。 でちっちゃい時とかはお父さんお母さんが写真撮ろうって言ってすごい写りがよくなるようにこうしてとか笑ってとか言ってくれるじゃないですか大人になってしかも知らない人が綺麗に撮ってくれるっていう経験って結構素敵なことだなって思うんですよね。<laughs> 外ででの撮影っっっててて本当に面白くってたととえい,いロケーションであったとしても時間が経過すると 本当に見え方が変わってしまうんですよ例えば15時半に撮った絵はすごい綺麗だったのに16時にはいい絵じゃなくなっちゃうんですよねなんでかっていうと逆光があるんですね逆光になってしまうから撮れなくなっちゃうこういう時にカメラマンさんがあの今逆光であなた暗く見えるから明るいとこ行こうって指示してくれるんですねこれ何が言いたいかっていうと人生においても逆光の時間ってありますよっていうことなんですね うん、これ皆さんね多分社会出ると思うんですよ <laughs> このあとにうん出た時に最高のパートナーだったりとか最高のロケーションとかに出会うことって絶対あると思うんですよ、うん、でも時間が経つとなんか怒られたり失敗したり叱られたり批判されたりで一気に最高のロケーションが最低のロケーションに変わることってあるんですよこれが逆光です、うん、全員に平等に与えられた時間 だからあここで終わったとか積んだとかってやめるんじゃなくてあ今逆光なんだなって本当は思ってほしいんですよで人生において違うのはやっぱりカメラマンさんがいないということですよね今逆光だからあなた暗く見えてますよ明るい方向行きましょうって言ってくれるカメラマンさんがいないよっていうことなんですよ、うん、それ理解してとかないと暗くなってそこで終わらせてしまうきっかけになるんじゃないかなって思ってるんですこれを受けて一つ言いたいことはピントは自分に合わせてください どんなに高いカメラ持っててもピント調節しなかったら自分ぼやけちゃうでしょねでたまにあるのが自分以外の関係ない人、ね、そこにピントがあっちゃう自分の関係ないものとか人にピントがあっちゃうこれすっごいもったいないことだと思うんですよすっごいいいカメラなのにって思うんですよこういう経験ありませんかねちょっと聞いてみようかなあどうですかこれまで生きてて自分以外にピントあっちゃったなっていう経験ありませんか ありますどこにピントが合っちゃってましたか世間からの目に合ってました世間からの目にピントが合ってたじゃあここからどこにピント合わせたいですか自分の目標に合わせたいです自分の目標に合わせたい素晴らしい拍手 <laughs> 本当にそういうこと本当にそういうことでピント絶対自分の目標に合わせてください頑張っていきましょうね それしかないんですよ、うん。本当にそれしかないからねピンタジムに合わせる私は少し先でカメラ持ってピント合わせて待ってます <laughs> ぜひとびきりの笑顔で飛び込んできてください、はい、ということで本日は皆さんご卒業おめでとうございましたひなちゃむでしたおめでとうございますめめおめでとうございますひなちゃむひなちゃむねああ 오키, 오키. <laughs>